小池栄子、令和の時、こたつがない家でさらなる高評価。富士24年7月9度間作品出演、天み祐希級、主演女優席をダッシュ。12月6日午後10時から、小池栄子、43、書こたつがない家、日本テレビ系の第8話が放送される。こたつがない家は、やり手のウェディングプランナー深堀まりえ小池。 が主人公の笑って泣けるホームコメディー。売れない漫画家の夫優作、吉岡秀隆53、<う>高校3年生の息子純喜、ハイハイジェッツ佐久間竜と21、熟年離婚した父達夫、小林香七72、3人のダメ男との点やわんやな日々を送りながら、新しい家族の形を探していく物語。小池にとって、 初の GP 大主演の連続ドラマでもある。答え第7話、11月29日放送が世帯視聴率6.0%、テレビ界が最重要視している13から49歳のコア視聴率が2.1%と高視聴率ではないですが、主婦層の共感を呼ぶストーリーが非常に評判が良い作品ですね。毎回、すっきりした解決に至らず、 次から次へと問題が起こるスタイル,のルは、渡る世間は鬼ばかり、TBS 系、1990年ペとも言われています。小池さんは、時にで泉ピン子さん、76か演じていた肝ったま母さん、小島5月のような存在感を放っていますね。女性史ライター。小池が演じるマリエは単に強い肝ったま母さんではなく、弱さも感じさせるが、 それが今、同世代の主婦層に受けているとい。第4話、11月8日放送。で、マリエは息子のバリゾーゴンにショックを受ける場面がありましたが、多くのまま視聴者が、他人事ではない、と思ったことでしょう。全土マリエ、小池、はしっかり者で一家を支えるキャリアウーマンのつもりだったが、大学進学をめぐって抗論になった息子、順元佐作間に、 学校の行事で土日の仕事でか子育てなんてギリギリ最低限のしかやってねえだろ、と言われてショックを受けてしまうシーンがあり。ギリギリ最低限の子育てを毎日毎日何年も続けるの大変なんやぞ。これはママには辛いセリフだよね。しかも子供から言われるなんて。といった共感の声が多く、SNS にも寄せられたのだ。 小池さんは、イメージが強かったですが、こたつがない家のマリエのように、弱さもある役が実にはまる。小池英子強い女のイメージを脱却したという点で、昨年放送の NHK 大河ドラマ、鎌倉殿の13人は大きな転機だったかもしれませんね。テレビ誌編集者、小栗旬40、主演の NHK 大河ドラマ、の13人で、 小池は北条政子を演じた。従来の歴史もので北条政子は気が強くて嫉妬深い人物として描かれがちだったが、鎌倉殿の政子は無自覚に権力者になってしまった温厚な女性という解釈で描かれていた。小池は悪女って語り継がれているイメージが変わっていくかなというのは意識していました。8月27日のジオパーク とコメントしていたが、視聴者からも新しい北条政子として受け入れられ、主人公の小栗演じる北条義時を食う存在感を発揮していたのだ。小池は、鎌倉殿府で改めてその実力を見せつけ、今週のこたつがない家で GP 大発主演。2024年には2月から4月にかけて宮沢りえご時体。 骨と軽蔑のメインキャストとして出演が決定しているが、制作会社関係者は、すでに新しい連ドラの仕事が入っていると聞こえてきています。なし、と、こう続ける。24年7月クールに、中野大賀さん30が主演、工藤勘九郎さんが脚本を手掛けるフジテレビのドラマが放送予定だと言います。放送枠は、 向井治さん1主演のパリピ公明が最終回を迎えた水曜22時枠ではないかと言われていますね。小池さんはその駆カンドラマでヒロイン役を演じると言います。これまでの駆ドカンドラマの計算小池さんというキャスティングを考えるとおそらくファミリーものではないかと。小池さんに劣らず、 中野さんの演技力も折り紙付きですから、実力派俳優二人がメインとなり、秀逸な駆土感脚本で非常に楽しいドラマを作ってくれるのでか。な,いでかなお、中野と小池は二人とも宮藤の作品に出演経験がある。中野は宮藤脚本の5月の舞台、もう我慢できない、8月配信のドラマ、季節のない街、ディズニープラスに出演。 小池は、05年公開の初監督を務めた映画、真夜中のヤジさん北さんと14年の宮藤脚本の舞台、万獣怖いに出演している。小池さんは、20年にトークバラエティ番組で、天みゆうきさん56と対談した際、番組を盛り上げたいあまり失礼な質問を連発して、天みさんを怒らせてしまい。 天海さんは小池さんに共演 NG を出していると言われていますよね。しかし、気づけば小池さんも現在のこたつがない家、そして来年の中野さんとのドカンドラマなど、天海さんと肩を並べるような主演女優へとなり上がりましたよね。小池さんはまだ40代前半で若い。さらに進化し、何十年も日本のドラマ。 映画界を牽引していく名女優になっていくのでしょうね。全道。鎌倉殿の法上摩擦がない家のマリエ。ハマリ役が続く小池は今後、どんな姿を映像作品で見せてくれるのだろうか。